リンリンハローパラレルリンリンパラレルのリントです。先日上げております北レプの件でフクロモモンガの飼育者へという動画だったんですけれども、そちらの方で少しちょっと勘違い私がしてしまっている部分もあったので、しっかり謝罪をさせていただこうかなという形で今回撮らせていただいております。ちょっと寝起きで撮っててごめんなさい、髪の毛ボサボサなんですけれども、しっかりと謝罪はしておこうかなと思いまして、動画回しております。その、報告していたご本人様とちょっと連絡も取りまして、一個私の方で勘違いしていたのが、本当にブリーダーさんの方で言っていたというところがありまして、まさかブリーダーさんの方でそんなことを言っていたとは思わずですね、私もしっかりそこでお話ししたんですけど、知識はあるなぁとは思ってたんですけど、まさか35度でっていうのと、あとはポカリスエットにガムシロップっていう風に言っていたっていう風に聞いて、ん?おかしくないか?と私は思ってしまいました。なので、その方とはしっかり連絡取らせていただいて、謝罪もさせていただいて和解している状態になります。で、他の方から、2件ほどですかね、来てまして、本人様もそんなに嘘ついてるような感じはしないですよという形で言われましたので、そちらも込めてちょっと謝罪という形でしっかりと、ちょっとごめんなさい、マスクはつけさせていただいてるんですけれども、顔を出しながらしっかり謝罪していこうかなと思って動画撮らせていただいております。そちらの件で少し不快にさせてしまいまして、大変申し訳ございませんでした。ただ、申し訳ないです。一個だけ言わせていただきたいことなんですけれども、本当にそういう風な形でね、ブリーダーさんの方がっていう場合もあるのかもしれないんですけれども、そこの店舗だけじゃなくって、他の店舗でお迎えしている人とかでも、責任の放棄を結構してしまっているのを、ちょっと目にしてしまいまして、なんていうんですかね、亡くなっているのをすごい見て、悲しい気持ちになったのと、あとは衝動買いがやっぱり減らないんですよね、イベントってどうしても。で、衝動買いするときに下調べをしたりだとか、ショップの方が結構余裕を持ってご説明をするっていうのがなかなか難しいんですよね。で、今回私は違う他の店舗でお手伝いしてたんですけども、そのお手伝いのタイミングで、例えば私、ちょっとこっちの方にちょっとだけ移動すると、レオパだったりだとか、セイブシシバナヘビだとか、こちらの下の方に、ね、サバンナモニターですね。で、上の方には、フクロモモンガたちがいるんですけれども、という形で、飼育している子たちの説明もそうですし、飼育経験がないものでも、私の中で知識があるものっていうのはいくつかいますので、そちらの方の知識っていうのを、お伝えして、飼育の難易度っていうのをお伝えさせていただいておりました。飼育経験ない人が、例えば、すごいわかりやすい例なんですけども、飼育経験が全くない人が、例えばエボシカメレオンを急に買ったからといって、問題なく育てられるかって言ったら、多分問題なく育てるのは無理だと思います。ちゃんとした知識がないとエボシカメレオンのような繊細な動物っていうのは難しいんですよ。湿度の管理もしなければならないですし、温度管理もそうです。で、ご飯のあげ方も、最初は多分人工飼料を食べてくれないです。なので、生き餌をあげなきゃならないんですけど、生き餌をうまくあげれるかとか、あと、エボシカメレオンって興味がないと餌食べないんで、興味を持ってもらうように、なんていうんだろうな、餌をこう、ちらつかせたりだとか、っていうのもコツとして必要だったりするんですよね。だからそういうのもあるので、説明をね、させていただいていたという状態でございます。なので、今後、これはこの間の動画でも言ったんですけれども、もしそのブリーダーさんというかそのショップさんの間違いがある場合は、ショップの方で正していかなきゃならない。そういう知識で、やっていくのはちょっとどうなのかなっていうところと、ただね、いささか一個だけ疑問なんですよ。そういう間違った知識が横行してるわけじゃないですか、そのショップさんの方では。なんですけれども、経営できてるんですよ。ショップ経営ができてるんです。で、ショップ経営ができている上、ブリーディングがしっかりできている。子供が繁殖してるってことですね。繁殖するということは間違った知識だけれども育てられてるんですよ。間違った知識で育てられてるんだけれども、繁殖できてるんですよ。で生きてるんですね。生きてないと繁殖できませんからね。でプラスいろんなカラーリングの子がちゃんとできてるんですよ。なので掛け合わせの遺伝子情報っていうのを知ってはいるんですよ。でもなんでか買った側に間違った情報が流れてるんですよ。その流れてる間違った情報っていうのが35度にしといてねっていう情報、実際に文章で見ました。私もその文章を見た瞬間にそんなわけないだろってなりました。私袋のままが飼ってますけれども35度で管理したことは一度もないです。ベビーが生まれたこともありますけど、まあ、ベビーうちはちょっと小食いしてしまって亡くなったんですけれども、ベビーでお迎えしてしまったこともあるんですね。その私が知識がなかったというところで。で、その時は私が衝動買いという形だったんですけど、知識を一個ずつ深めていって、私その時35度って言われたことないんですよね。そもそも。で、ベビーでお迎えしましたけど、その時も27度から28度ぐらいになるようにして、私は朝昼晩ではないですけども、朝晩ミルクをあげる形っていうところ。で、ペロ飯って言って、パウダーフードに、ミルクを入れて、ちょっと水で混ぜてっていうことをしたりだとか、まあこれはフクロモモンガに限ったことですけれども、フクロモモンガじゃなかったとしても、ベビーに対してっていうのは、対応の仕方っていうのが少しだけ全員違います。例えばレオパタってそうです。最初多分人工餌すぐあげたって食べないんで、絶対人工飼料じゃなくって生き餌をあげないといけないだとか、セブシシバナエビも多分温度の管理をしっかり子供の時ってしなきゃならないですしっていう形で、やっぱ赤ちゃんの時って少しだけ弱いんですよね、生態が。なのでそれに合わせて育てていくんですけれども、その間違った情報が横行している状態で販売しているっていうのはあんまりいい状態ではないなと。で、私が思っていた以上にやばいんだなっていうのを、今回お話をしていて感じました。ブリーディングできてるのに間違った情報が横行するっていうのは何かがおかしいなっていうところでございました。なので私の方で、その出店店舗さんにはちょっと名前出しちゃうと本当にちょっとご迷惑かけてしまうのと、ちょっと違うところで火種が生まれる可能性があるのであえて言わないんですけれども、そちらの店舗の方には、私の方からちょっと電話してます今で。電話もしたんですけども、多分普通の従業員さんが出てしまっているのか、ちょっと面倒くさそうにされましたね。で何回か掛け合わせもして、でメールアドレスもあったのでメールもしてるんですけども、今メールの返信はないです。ちょっと怪しいなっていうふうに私は思いました。なのでちょっと今後の出店っていうのをその店舗さんがしてると危ないんじゃないかなっていうのが私の見解になります。まさかここまでとは思いませんでしたね。しっかりブリーディングしてカラーリングもちゃんとあってっていうところでいくと、知識的にはあると思っていて、誤情報で育てきるなんてなかなか無理な話なので、誤情報がなぜ流れてるのかがちょっと疑問ですね。経営できてるんですよ。で繁殖もできてるんです。でも誤情報の状態のままで繁殖できるわけがないんですよ。何かがおかしいなっていうところ。だから買った側に対して適当なこと言ってる可能性もね、なきにしもあらずなのかなっていうところでございました。で、結局、どうするかっていうところでいくと、昨日の見解っていうのはあんまり変わってないです。ブリーダーさん側もやっぱりそれはそれで悪いところなので、ブリーダーさんも直していかなきゃならないんですけど、やっぱり衝動買いは減らさなきゃならないっていうところで、ありますので、昨日言った通り、出店側は、まずそういうベビーちゃんを売るっていうのをやめるように即すですね。もう、やらないとダメだと思います。なんていうんですかね、そういう店舗が増えちゃうと、結局、かわいそうな目に遭ってしまう子がね、生態が多くなってしまうので、出店側はそういう、なんだろうな、販売が早い子を売らないようにするっていうのと、で、販売の早い子を売らないといけない間に合わせ出店をしようとしてるお店っていうのがどうしてもあるので、キャンセルをしやすいように、出店のキャンセルをしやすいようにですね、生態が揃ってないとやっぱり出店しても意味がないので、間に合わせ出店っていうのが増えちゃうんです。で、間に合わせ出店をするとそういうかわいそうなことが起きるので、間に合わせ出店をしないようにキャンセルしやすい仕組みを作る。そしてあまりにもそういう怪しいお店、危ないお店は出店自体できないようにするっていう形ですね。なのでここに関しては意見としては変わらないんです。なのでこちらに関しては前意見させていただいた通り、今回のジャパンレプタイルズショーですねにイベントで言わせて、そのイベントの主催側に昨日言わせていただいた通り、もう問い合わせのメールと電話はしている状態になります。で、出店店舗側は間に合わせ出店をしない。なのでそういうベビーちゃんを売らないということですね。で、それをしないとかわいそうな目に遭うベビーが増える。ちゃんと育ててくれるベビーちゃんをね、ちゃんと育ててくれる、飼育が中級者、上級者の方っていうのはいると思うんですけれども、飼育初心者さんのところに、そういう子が渡った時に、飼育初心者さんは多分対応しきれないです。なので、飼育初心者の方のところにそういうベビーちゃんが行っちゃわないように、まずしなきゃいけないんですよね。なので、まず間に合わせ出店っていうのをしない。で、もう一つは、すぐ改善されないと思うんですよ。すぐ改善されないので、間に合わせ出店っていうのは残っちゃうと思うんですね。で、もし間に合わせ出店をしてしまうのであれば、そういう初心者さんには売らないっていうことを、ストッパーをつけないとダメだと思います。今回私がお手伝いした店舗では、そういう初心者にそういうことがないように、言い方ごめんなさい。すごく悪いんですけれども、この人には売れないってなったら、売らないってことをしてました、私が。それは私判断ではあるんですけれども、この人だと対応しきれないだろうなっていうことっていうのは話していると分かることがあるんですね。全員とちょっとごめんなさい、話せたわけではないので、私がお手伝いしてるタイミングでは私一人しかいませんので。なので全員とは喋れてないんですけれども、喋れた中で、この人、ちょっとペットの飼育の知識がないだとか、あとは、なんていうんですかね、結構知識がまだ浅いだとかっていう状況だと、この子を飼っていったとしても育てきることは無理なんじゃないかなっていうことが結構多々お話しするとあるんですよね。なので、こういうのは難しいっていう、なんていうんですかね。そんなイベントの時ってどちらかというといいことしか言わないんですよ。で、YouTube の動画に上がってる動画もみんないいことしか言わないんですよ。可愛いよ、育てやすいよって言うけど、それは長く育ててるからそう感じるだけなんです。長く育ててるんで、うちのサバンナモニターも、レオパンも、セイブシシバナヘビも、イモリも、サンショウアワも、そしてフクロモモンガも。で、昔飼っていたハリネズミだとか、シマリスだとか、ウズラだとか、いろんな動物いましたけど、飼ってるから飼いやすいけど、最初飼う時に難しかったです。最初飼い始めた時は難しかったんですけど、今となっては簡単だから、いや、簡単ですよって言いがちなんですよ。でも、正直な話、全員飼育の環境が違うし、温度設定も違うし、あとはこういうのが危険だっていうのだとか、ご飯のタイミングっていうのも違いますし、あとはご飯あげすぎることによって肥満でなくなるだとかっていう風な話、いろいろあるんですよね。なのでその動物の知識っていうのが必要なので、どの動物もはっきり言って簡単に飼育できる動物なんて存在しないです。死って言うんだったら適当にポンって放置しておいて、繁殖してくれるんだったら多分ゴキブリです。日本のゴキブリね、リュビアは意外と繊細だったりするので、難しい場合もあるんです。温度管理がちゃんとしてないと、リュビアは、なくなってしまう可能性があるので。で、よく餌として繁殖されてるコオロギだって、コオロギって共食いするんで、なかなかそれでね、飼育、繁殖させていくっていうのがね、餌の繁殖が難しいみたいなこともありますので、あれなんですけども、はっきり言ってどの動物だろうと簡単に飼育ができるなんていうことはないんですよ。なので初心者さんが可愛い、これ欲しいっていう衝動買いをした後に調べなきゃならないんですね。なんですけど、それを調べるかどうかっていうのもわからないし、あとは知識が浅いかもしれないっていうのがあるので、出店店舗側がもうストッパーをしなきゃならないんですよ。なので、出店店舗側は初心者さんにそういう風な子がいかないように、ストッパーをしなきゃならないと思います。で、ここは出店店舗さんに関しては、これはもう、例のショップさんと私がお手伝いしていたショップにはお伝えしてます。他のショップには、ごめんなさい、言う必要が現状あるかっていうと微妙なので、ちょっと他の店舗さんには言ってないんですけれども、私がお手伝いした店舗と、例のショップさんの方には、もう事前に言ってます。で、例のショップさんに関しては今回の件があるので、かなり電話をしてちょっと間違った知識が横行してるっていう話を、今してます、私の方で。ちょっとこの状態が続くとやばいと思います。他のそのイベントで出展されていて、例えば販売されていたとした場合に、おそらくその間違った知識のまま進んでいくと、袋ももん、そこはまあ袋ももんが取り扱ってるお店なんですけれども、まあ他にも哺乳類取り扱ってましたけども、その間違った知識が横行したままだと、そのなんだろうな、ペット業界全体的に迷惑がかかってしまうことなんですよね。袋ももんがの飼育だけをピックアップしてあげるのであれば、35度で管理なんてしたことないですし、あとポカリにガムシロップなんてもってのほかですよ。人間が食べるものを基本的にあげちゃダメなので、あげてたとしても、私はちょっとはっきり言いますけども、成分表示っていうのをちゃんと見た上で、あげられそうなマシュマロっていうのはあげたことあります。人間が食べてるのとペットちゃんたちにあげてるので、成分が変わらないものっていうのがたまに売ってるんですよ。そういう、まあおやつですけれども、私はあげたことありますけども、そこがギリですね。他はあげたことないですよ。他人間が食べるものだと果物をあげたりはありますけれども、それってギリギリかな。果物を人間が食べているものであげたとしたら果物。あと成分表示をしっかり確認した上であげたマシュマロ。私はそれぐらいですかね。他の普通のフードだったり水っていうのは、まあ水は普通に水道水ですけども、フードに関しても基本的には袋ももんが向けに出てるももんがセレクションだとか、そういう袋ももんが専用フード、あとは代替で、まあ、ペットフード、キャットフード、ペットフードじゃない、ドッグフード、キャットフードを変えずにその近くで仕入れてきて開けたっていうことを聞いたことはあります。私は開けたことないんですけども、代替えっていう形ですぐに餌がご用意できなくて、とりあえずキャットフードをあげてみた、ドッグフードをあげてみたっていうのを聞いたことがありますけど、まだそっちだったら意味がわかるんですけれども、ポカリスエットにガムシロップってどう考えてもちょっとごめんなさい、ありえないです。私の中ではそれはないと思いますっていうとこですね。なので、まあ、出店店舗側はそうで、その某店舗には、問い合わせ、新たにしてます。その、間違った知識が横行しているので。で、購入者側なんですけど、購入者側は、まず、衝動買いをしない。まあ、衝動買いをしたとしても、下調べをその後に絶対にする。買い主としての、責任の放棄をしない。っていうところは変わらないです。それをしないと、お迎えした子がかわいそうです。まずお迎えした子のことを考えて行動してほしいと思います。なので、衝動買い、私もあります。それに関しては私もあるので、人のことを言えた立場ではないです。ただその後にしっかり調べて、しっかりいろんなことを、知識として蓄えました。で、その上で、まずその子の様子をしっかり毎日確認して、私は結構不安になるタイプだったので、ペットカメラを設置して、様子がおかしくないかっていうのを逐一確認をして、職場から見れるような形を取りました、その時は。それこそその時は、うちの袋ももんがのギョロメちゃんっていう子がいるんですけども、ギョロメちゃんを迎えた時にどう考えてもちょっと早いんじゃないかなっていう子をお迎えしてて、で、その早いかどうかっていう知識もその時はなかったんですよ。なので、初心者の方って、なんだろうな、離乳前の子かどうかなんていうのの知識がないので、私もなかったので、なんていうんですかね、疑問にも思わずにお迎えすることっていうのが多いと思います。ただ、私はそもそももともと動物をたくさん飼っていたので、なんか思っている、お迎えした時のタイミングとちょっと違うぞと思ったんです、その子に関しては。で、それを見ているうちに、フード食べなかったんですよね。で、フード食べなかったからミルクでちょっとあげて、したらミルクすごいガブガブ飲んでて、おかしいなぁと思って。で、おかしいなぁと思ったので、ミルクに切り替えて、で、温度設定もちょっとだけ、25度ぐらいってその時私は聞いてて、25度ぐらいだとちょっと寒そうにしてたんで、2、3度上げてみようっていうので、27度とか28度にこうなるように設定したりだとか、あとは布をちょっと増やして暖かい場所を作ってあげたりだとかっていうのをして、で試行錯誤しながらインターネットでかなり調べて、で YouTube で動画を見たりだとかっていうのを繰り返して知識を蓄えていったっていう形なんですね。なので衝動買いするなとはまでは言わないです。仕方ないこともあるので、一期一会なので、ああいう出会いっていうのは。なので、その時に、この子可愛いってなった時に、ただ、可愛いだけで済ませるのではなくて、可愛いからこそ、一緒に住むための、知識っていうのを皆さんが蓄えてほしいと思います。それを放棄する方が結構多いんですよ。買って満足っていう方。動物は物じゃないんで、動物は物じゃなくて命です。なので、買った後も、しっかりと、対応してあげてください。結構、買って満足で言われたことしかしないっていう方が多いんですよね。言われたことだけするのは誰でもできます。そんなんじゃダメなんです。しっかりその子たちの確認、様子っていうのを見てあげてください。その責任の放棄だけは本当にしないでください。そして次になんですけれども、その様子を確認して、何か少しでもおかしいなと思ったら、相談できる施設、そして人、もしくは病院、もしくはペットショップの店員さんなどっていうところに、まず頼るようにしてみてください。ただ今回の件に関してで言うと、ペットショップさんとか、そのショップさんを頼ったけれども、間違った知識が横行してたので、ちょっとここ、怪しくはなってきちゃうんですけれども、セカンドオピニオンじゃないですけれども、他の店舗さんにも聞いていただくだとか、YouTube 上にいる方にね、もしメールアドレスを開放してる方とかもいるので、一旦メールしてみるだとか、もうニッチもサッチも行かないんであれば、近くの動物病院探して、動物病院に相談するだとか、あとはペットショップっていくつかあると思うので、ちょっといくつか回ってみて聞いてみるだとか、で、あとはTwitter とかだったら、例えば、私のような人とか、私が嫌いでなければの話なんですけれども、私に聞いていただくだとか、私の方でも持ってる知識っていうのがすごいたくさんあるわけではないので、私も日々試行錯誤をしながらこの子たちと生活をしてるんですけれども、私が今持っている限りの知識っていうのをお伝えできますので、そういう形で、なんていうんですかね、皆さんが不幸にならないように、っていう形を取れたらいいんじゃないかなと思います。本当に責任の放棄だけはしないでください。なので、飼い主側がするのは、衝動買いを控える。で、衝動買いしてしまったとしても、後でちゃんと調べるように、する。っていうのと、あとは責任放棄をせず、ちゃんと病院だったりに様子を見ていただくようにするって形ですね。なので、考え方としてはごめんなさい、変わってはいないんですけれども、今回しっかり連絡を取らせていただいて、私の方で勘違いしてしまっていて、決めつけたわけではないんですけど、決めつけたような言い方になってしまっていたので、それに関してはかなり、ちょっと、申し訳ないなというところでございます。本当にご迷惑をおかけして、そして不快な気持ちにさせてしまいまして、大変申し訳ございませんでした。今後とも、そういう形にはならないように、まず下調べをした状態で、このような形で発信もしていきたいなと思います。ただ、YouTube、私は YouTube をやっている以上、そういう形で責任を持って、しっかりと対応させていただければなと思ってるんですけれども、Twitter でやっぱり、ああだこうだ。で、そして、例えばイベント主催サイトとか、出店店舗側に、特にコンタクトもしないし、好きかっていうのは、やっぱりお門違いだと思いますので、そこに関しては、皆さんやめていただいた方がよろしいかと思います。本当に、それに関しては、ただ無責任な行動になってしまうので、やっぱり責任のある行動っていうのを皆さん取っていただきたいなと思います。なのでなのでっていう言い方もあれなんですけど、責任を取るためにっていう言い方だとあれなんですけれども、やっぱり、このイベントっていうのは楽しいものではあるんですけれども、そういう問題もあるようであれば、そもそもイベントなんてしない方がいいんですよ。なので、イベント主催サイトだったりにもちょっと問い合わせをして、今後、なんていうんですかね、そういう不幸なことがないようにっていうのはしたいですし、出店店舗側っていうのもしっかりと、動物に関して、ものではなく命だよっていうのを、すごく分かっていただけるように進めていきたいなと思っております。ちょっと私の方で独自にまた進めてはいくんですけれども、もし何かご意見ございましたら、Twitter の DM の方は、開放してますので DM 送っていただければと思いますし、また全然コメント欄だったりとかね、直接コンタクトしていただければ、基本的に無視することはございません。しっかりと対応させていただきますので、ぜひともそういう形だと思っていただけますと幸いですね。ちょっとまあ難しいことではあるんですけれども、私の方でもペット業界、まあ私ペット業界の仕事をしている人間ではないんですけれども、ペット業界に結構携わってることが多いのでお手伝いをしたりだとか、あとは飼育員のお知り合いだとかもいるので、やっぱり放置はできないんですよね。なので、その動物だけが悲しくなるではなくて、人間もやっぱりね、悲しい思いをしてしまうので、動物もそして人間も幸せに過ごしていける環境っていうのはやっぱり作っていきたいなとは思っているので、微力ながらですね、私はこういう形で活動して、まあ、うちの子の様子を上げるっていうのが、まあ、メインのチャンネルではあるんですけれども、しっかりやっぱり責任っていう部分っていうのはやはり問われる部分なので、私の方でもペット業界、例えば今回のイベントに関しては良くないなと思うことがたくさんありましたので、その部分は、私の方でちゃんと対応もしながら、改善にね微力ながらでもやっていこうかなと思います。多分言っていかないとイベント自体変わらないと思うので、しっかり言っていこうと思っておりますので、ご理解いただけますと幸いです。再三になってのお伝えにはなるんですけれども、今回もともと昨日上げた動画の投稿者ですね、名前は挙げていないんですけれども、投稿者さん、もしくは投稿者さんのお知り合いの方とかで、ちょっと私の昨日の動画で不快な気持ちにさせてしまったりだとか、あと嫌な気持ちっていうところをですねさせてしまったことに関しては、大変申し訳なく思っております。申し訳ございませんでした。今回の動画で謝罪とさせていただければと思いますので、是非ともよろしくお願いいたします。もし私のこのようなね、動画だったりとか、気持ちというところにですね、もし共感していただけるようであれば、よろしければ、まあ、チャンネル登録じゃないですけれども、いろいろご意見いただけますと幸いです。本日は以上となります。それでは以上、りんとでした。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで、以上、りんとでした。バイバーイ。